はいはい、どうもペンギンです。ナルト激闘忍者対戦4実況プレイ続きやっていきます。かなり久しぶりの更新っていうか収録なんですが、裏でいろいろとやってきました。ちょっと負けモードの認識札から見ていきましょうか。ですね、プレイ時間よりも大事なのが任務達成率 58%、結構頑張ったんですけどね、全然 58% なんですね。で、実際どんな感じかっていうと、C ランクの、スコアアタックは、4から追加される、4から追加されたキャラを除いて、スコアアタックは全て終わらせております。で、スコアアタックというのは、任務をこなしていくうちにサスケの状態2が出たので、まあ、この辺、サスケ状態2は僕はまだ使ってないです。ひたすら任務をやってたので、ダド奥義禁止も、サスケ状態2を除いて全てクリアしてます。空欄のところがあと3つかな。で、 C ランクのなんか真ん中の方がずっと穴開きの状態なんですが、これは全く出ず、で、下の方にスリーマンセルがあって、連弾。これもサスケ状態に以外は、やってます。で、B ランクなんですが、スコアアタック、まあ、これはやるかやらんかちょっと迷ったんで置いてますけど、不敗神話、一度も負けずにスコアアタックをクリアせよっていうのも、ここは一応、新キャラ、を除いて全員出てるやつはクリアしました。と、奥義 KO、 これも本当に作業中の作業やったんですよね。スコアアタックで奥義 KO を5回せよっていうのを、サスケ状態に以外で全キャラクリアしてます。それからタイムアタックもサスケ状態に以外は全部クリアしてます、出てるやつはね。で、今サバイバルを途中までやってる感じです。サバイバルが終わったらランク A の最強のライバル、これは結構難しくて、まあ基本ダイジェストで送ってて最強のライバル挑戦者現るのところだけを切り抜いていこうかなと思ってます。なので基本ダイジェストかな。で、ランク S もちょこちょこ出てきました。サスケ状態2を操作してバトルロイヤルに勝利せよとか、3代目を操作して伝説の3人に勝てとかね、いろいろ出てます。で、他新キャラが1人、覚醒ひなたが出てきました。覚醒ひなたは、激忍の方では4が初ですよね。なぜこのキャラが出てるのかよくはわかんないんですけど、プレステ2版のナルティメットヒーローでは結構ポピュラーな感じなんですよね、覚醒ひなた。で、覚醒ひなたに関しては僕はまだプレイしてません。敵で出てきたんですけど、なんか転結がつけるみたいですね。まあそのぐらいかなというところで、じゃあどうしよっかな。サスケ状態に使うか。サスケ状態2の連弾からいきましょう。初サスケ状態2ですね。5連弾以上か。 B 連弾ね。ウチハサスケ。そんなもんかい。あの羽なんか気持ち悪いね、やっぱりまじまじと見るとちょっと気持ちが悪い。じゃあスコアアタックやろうかな。サスケ状態2を中心にやっていきたいと思います。サスケ状態2は本当に初めてなので、力が湧いてくる。
この作品の強キャラらしいですね。ちなみに設定では攻撃力マックスでラウンド数は1にしてあります。前 A は豪華球、あ、普通の A は、ほうほう、あ、後ろ B なんや。これすげえめんどくさいんですよね、受けるの。これは一緒か、上 B は一緒みたいですね。空中 A は放線下というか、まあこのゲームの最強キャラらしいので、最強、うん、もう一人いるんですけどね、最強キャラ。うん、こいつハックできる、もしかして。 A 技、あ、一瞬ふわって浮くぐらいか。2が攻撃力高すぎてよくわからん。とりあえず普通に B 連打してみます。これもしかして永遠食べる？そんなことないか。逃げれるんか。なるほどな。そんなもんかい。確か、しかもこれガード削りがすごいんですよね。確かなんかめっちゃガード削られてた覚えがあるんで。たったんだけのコンボで半分減らす。じゃあ奥義見てみますか。まずは通常 X から。何でしょうね奥義。よし、やってみよう。千鳥、あ、千鳥なんや。状態2の千鳥なんや。てか空中 A も強いな。これスコアアタックいけるんか。スコアアタックよねこれ今。ダメやん。これ2も失敗するんじゃね。何万点やっけ。あ、これ失敗するわ。あ、へえ、豪華球なんや。もう一個の下 X でカトン豪華球。豪華球も威力すごいね。スコアアタックするんじゃなかったな。攻撃力マックスでラウンド数1じゃスコアアタックはクリアできんね。いざ尋常に1本目始め。あ、すげえ食らうしかない。そんなもんかい。たかだか一発やけど重たいね。なんやろう、面白くない。コンボをつなぐタイプのキャラじゃないし。A 連打しちゃっただけで勝てるんよね。お、多分これ専用ボイスというか専用ゼリフですよね。
イタチはお前などに興味はない。だだけは絶対に倒す。お、専用フレーズというかありますね。うん、10万点には程遠いのかな。ちなみに技評は長っ。前 B。前 B は長そうやけど、ああそんな感じね。はいはい。うちはサスケ。手がかけさせやがって。負ける気がしねえ。負ける気がしねえ。知らないな。違和感すごいね。強すぎてというか、なんというか、強いけど正直面白くないですね。強すぎるがゆえに。お、忍者ファイル。好きなモードを選んでね。まさかの×。まさかの×じゃないよ。不敗神話やればよかったね。じゃあ不敗神話でちょっと気を取り直してスコアタックも変えるか。ですね、ちょっと世間話をさせていただくと、今1月の2週目の日曜日なんですけど、先週は成人式で、毎年成人式何かしらこうやんちゃしてますよね。まあ僕も成人式は出ましたし、成人式の雰囲気っていうのは独特なものがあって、気持ちはわからんでもないです。こう浮かれるっていうとあれですけど、なんかこう、まあ普段とは違うというか、まあ確かに面白いというか楽しいというか、こうちょっとした同窓会みたいな感じなんですよね、成人式ってね。人生初のきっちりした同窓会みたいな、そんな感じで。こう懐かしい仲間と集まってワイワイガヤガヤみたいなね、こう市長さんであったり県知事であったり、なんかこう偉い人が来てくれるんですけど、全くその話とかも全然聞かずに友達とずっと喋ってるみたいなね、式が始まったの。そういうよくわかるんですよ、気持ちはね。で、僕もそうでしたから、あの空気って何なんでしょうね。若気の至りといえば若気の至りではあるんですけど、正直誰がどんな話してたかって僕も覚えてないですけどね。まあねえ、でもあの式はめちゃくちゃっていうかあれですけど、こうちょっとやんちゃするタイプの人っていうのは、その学生時代もちょっとやんちゃしてきたようなタイプのなんじゃないかなとは思うんですよね。まあその人らも悪気があってやってるわけじゃないでしょうし、
でもあのセリフの使い入れはあるんかな、どうなんだろう。考えてみたこともなかったけど、式をめちゃくちゃにしてやろうってかな。なんかあの成人代表の挨拶みたいなの、まあ、僕らのところもありましたけど、それに対して文句を言うのは確かにお門違いではあるんですよね。別にあれ誰が呼んでも、いいかなとは思いますし、卒業生代表みたいな感じですしね、メインごとでいうか。学校の卒業式の卒業生代表当時みたいな感じと一緒なんですけど、まあまあそんな感じの、毎年同じことやれるよなっていうのが僕の勝手な印象です。これ強いね、やっぱり。ただサスケのこのもう10戦目か、サスケのコンボは続かないですね、本当に。なんか単発が多い。そんな器用なことできなかったか。なんか空中で後ろ B で割り込んでできるかなとかって思ったんですけど、あ、できたできた、いい感じのカモ。 A 技に持ち込んで、あの波動を出すやつ、チャクラ放出か、チャクラ放出につなげてからのコンボか。おめでとう、好きなモードを選んでね。まあ設定いじるのもめんどくさいんで、そのままタイムアタックいきましょうか。10分以内でいけるでしょう。いざ尋常に、一本目始め。防御中の術、で激忍これやってて気づいたんですけど、キャラごとに体力が違うみたいですね。まあ、格闘ゲームそういえばそうなんですけど、なんかタユヤがやたらと少なかったんですよね。HP とかの体力が、何を基準に決めてるのか分かんないんですけど、キャラごとにその体力の多い少ないがあるみたいなので、高かったのは誰やろ、長寿とかちょっとなんか多めあったかなっていう印象はありますけど、豪華級じゃないんだな、出したいの。あとダッシュ A か、違う、ダッシュ B か、いや違う、なんか器用なコンボのつなぎ方しますよね、この人。本当に叩きつけてバウンドしたところを架空でかっさらっていくっていう、すごい器用なことしますね。でやっててずっと遊んでて思ったのは、やっぱり君マロは強い。あの隙がないんですよね、君マロ。隙が少ないのと、あと着地じゃないわ、敵を叩きつけてつなげるコンボをしなくてもコンボがつながる、10連弾ぐらいまでやったら全然できるんで、その辺はやっぱり強いなとは思いますね。さ
さすが隠しキャラというか目玉キャラって感じはしますね。ここまでか。勝負あり。ウチハサスケ、俺は特別なんだよ。これでおしまいにしてやる。サスケ状態にが最後に出るんかなって思ったんですけど、全然そんなことなかったんですよね。1本目始め。ダッシュからつながるんや。高下級じゃないんだな。まあ背後から出るのはさすがに卑怯っちゃ卑怯ですよね。強制的に背後ですからね。壁際じゃない限りは背後なので、久しぶりに実況すると喋れんくなるな。強いね。やっぱりスキンないしね。ネットにもこういろいろ情報というか、まあだいぶ前のゲームなんで、10年以上前のゲームなんで、ネット探したらまあネタバレというかネタバレもありますし、まあその状態にサスケとそのストーリーの最後で使ったキュービナルト、あの2人が実質の最強というか、この2人がズバ抜けて強いっていう書き込みをよく見ましたね。そんなに強いんかってぐらい。なんか状態にからなんか状態変化あるかなと思って後ろ X をしたらもろ千鳥になった。勝負あり。ウチハサスケ、やっぱりお前うざいよ。負ける気がしねえ。いざ尋常に一本目始め。まあこのビキニ4はサスケ奪回編をメインにしてるんですよね。一本。もっと試させてくれ。メインにしているので、中2試験が終わって SASUKE 奪回編までの話みたいな感じなんで、しかもあれは中2になってて、 SASUKE が状態にと普通の SASUKE と2種類存在してるっていうね。俺は特別なんだよ。なんか綱手の創造再生みたいにね、普通のサスケで後ろ X やって車輪ガン状態にして、で通常必殺技は千鳥で、もう一個が空中 X で放線か。で、車輪ガン中に下 X で状態2になるみたいな感じでもよかったんじゃないかなとは思うんですけどね。そうすると、サスケ一人のそのスペックが重すぎるんでしょうね、多分。キャラの情報量として。とてつもなく大きいものになりすぎるんでしょうね。だから多分分けてるんだとは思うんですけど、でもナルトの場合はキュービになれるんですよね。
キュービナルトになれるんですね。あの確か後ろ X で、まあ一回キュービナルトになったら元には戻れないんですけど、すげえハメやったねさっき。なんかこんなコンボイノか誰かでやるよったな。そうそう、こんな感じのことができるんですよね。これハメやね、ほぼほぼハメやね。コンピュー相手にハメを食らわせるようなもんか。しかもあの四角いところ、樹海後端のところとかやったら余計にそうやね。こういう丸っこいところやったら多分できないんですよ。強いね、敵のすぐ後ろに行って攻撃をするっていうのはやっぱり強い。で10戦目か、6分か、早いな。いざ尋常に1本目始め。で全然関係ない話、なんか実況でゲームキューブのゲームやってる時の実況中にそのコントローラーの音が、うるさいみたいな、このうわあれ強いんですよね。どうやって出すんでしょうか、あれ。ダッシュ A かな、じゃあダッシュ B、 あダッシュ B やね、うん、ダッシュ B や。そのゲームキューブのゲームをやってる時にそのゲームキューブのコントローラーの音がうるさいみたいなね、そういうコメントをよく見かけるんですけど、正直多分僕も入ってるんですよ、コントローラーの音って。でも僕コントローラー、ゲームキューブのコントローラーのスティックを動かそうと、多分マイクに入ると思うんですけど、この音、この音がすっごい僕好きなんですよ。このスティックを動かした時のカリ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 っていう音がすごい好きで、僕はあんまり気にはならないんですけど、どうなんですかね。ゲームキューブやってたらなんかこの音好きになりそうですけどね、自然と。よし、いい感じになったね。じゃあ今回は不敗神話もやってサスケ状態2の紹介ができたということで、今回は終わりにしたいと思います。新キャラの不敗神話やろうか。スコアアタックは正直点稼ぎなんで、不敗神話の方が好き勝手できるんですよね。負けなくていいという条件だけなので、奥義使おうが何しようが自由なので、こっちの方が正直やりやすい。負けなければ大丈夫っていう
結構ざっくりしたルールなので、こっちの方が僕的にはやりやすいので。ジローボでもやりましたしね、全員やってはいるので、確か実況の方でも実況してるので、確か特に君まろは、君まろ僕今作のナンバーワンキャラなんで多分紹介はしてるとは思いますので。奥義系を20回も正直言って作業ですよね、作業なので。これも裏でやっておきましょうか。タイムアタック10分以内はさっきやれたので、まあ隙見てできたらいいかな。で最強のライバルは基本的にはダイジェスト版でお送りをするという形で、で S ランクもちょこちょこやりつつ行きたいかな。この連弾やるか、30連弾以上だってよね。30連弾以上って、ああ難しそうやなって思うじゃないですけど、まあこれ前回20連弾かなんかもやってるんですけど、ネジでできるんですよ。これ作った人何も考えんかったんすかね。八卦64章っていう技があるんですよ、超有名ですよ。なんなら小学生が当時やってたぐらいの、真似してやってたぐらいのレベルの有名度合いなんで、S ランクでも何でもないんですよね。あまりにもこれガバガバすぎますからね。スコアアタックやって設定でそのもうどうしても稼げんくなったら、ここの設定でゲームオプションでラウンド数を増やしてやれば、あの得点稼ぐ時間が増えるので、合ってないようなもの、本当に作業でしかないこのスコアアタック。この不敗神話からでよかったと思う。このスコアアタックはいらないと思う。なぜスコアアタックを2回もさせなければいけないのか、ちょっとここのゲームの欠点、デメリットというか、まあ僕のこうおすすめしたくないところですかね。批判するというか、まあ感想ですよね。多分これはそんな人みんなが思ったんじゃないですかね。不敗神話とスコアアタック被ってるじゃねえかっていう、やること被ってるんじゃねえかって、不敗神話だけでよかったんじゃないんかっていう、誰もが思う疑問ですよね。まあそのおかげでいろんなキャラを結構使うことになったので、そのキャラごとの性能を確かめるというか知ることができるので、そこはメリットかなとは思うんですけど、正直作業でしかない。まあそこぐらいかな、強く言うとすればスコアアタックとタイムアタックは1回ずつでよかった、それだけですね。じゃあまた裏の方でサバイバル10人抜きとスコアアタック新キャラ、サバイバルの新キャラもやっておきますか。で次回はおそらく最強のライバルランク A のスコアアタック10分以内と最強のライバルのダイジェストぐらいかな、をできたらというか、まあやっていけたらいいかなと思います。ではではご視聴ありがとうございました。よかったら続きもまた見てください。ペンギンでした。